ちは。今日はエイプのスノボジャケットのお話をしていこうと思います。今なかなかエイプはね、買ってる人もだいぶ少ないんじゃないかなと思って、まあ、一応名称はこうスノーボードジャケットなので、まあスノボ用というか、まあ、実際そういう用途では使わない人がほとんどじゃないかなと思うんですけど、まあ、だから一応こうマウンテンパーカーとして紹介しようと思います。僕らみたいなこう30代後半とか、それぐらいの年齢の方はね、すごくこう見覚えがあって懐かしいジャケットなんじゃないかなと思うんですけど、ね、それこそこうキムタクが来てとかそういうのがあったアイテムなので、すごくこう、ね、エイプ自体も流行りましたし、裏腹のブームが終わって、まあ、2号が抜けたりとか、まあ、エイプの人気もこう日本で人気っていうよりは、ね、他のアジアの他の国でまだねこう売れてたりするみたいですけど、それでも僕も20代前半で1着目を買って、もうこれ3着目なんですけど、ずっと同じのを着てるんですよ。もちろんね、ちょっと細かいディテールは変わってて、僕最初に買った時はまだ素材もね、まだちょっと違いましたし、もちろん細かいデザインも変わってますし、こっちはファーストなのでちょっとこう黄色ベースのカモになってて、でずっとこうカモフラージュっていう柄は僕未だにこうエイプのカモが一番かっこいいんじゃないかなと思ってて、で単純にこのマウンテンパーカーっていうジャンル、アウトドアの、ね、ナイロンベースのジャケットは僕も他に浮気せずもうずっとこれだけ着てて、まあそもそもそのアウターとしてそんなにね着ないんですけど、まあ例えばライダースだけで寒い日とか、あの本当にこうもう一枚なんか羽織りたいなっていう時に、もちろんこういうのってこうそんなピタピタのものじゃないのでちょっとゆとりがあったりするので、まあライダースの上から着たりとか、まあ単純にこう撥水も強いので雨の日とか割とねちょこちょこ着てて、これをメインに冬を過ごすってことはもちろんないんですけど、でも着ない年はないし、毎年着てて、こんなにね買い替えないアイテムというか、こんなにずっと同じものを好んでるっていうのもまあ珍しいですし、自分の中ではすごくこう特別な一着というか、まあ、今だとまあシュプリームとか、ノースフェイスとかこういう形のねマウンテンパーカー型のジャケットは街で見る場合ほとんどがその2つだったりとか、ストリート系の人とかだとねなんですけど、まあエイプ今着てる人すごく少ないし、まあ、たまにやっぱり目線でね同い年ぐらいの方の目線とかエイプ着てるみたいな目線はちょっと感じますけど、でも単純にやっぱりカモフラージュ柄とこのイエローのコントラストというか、もうデザインがやっぱりこう自分の中ではすごく完成されてて未だに飽きないんですよね。でまあ僕も3着買ってどんどん素材も良くなっていきますし、これはねとゴアテックスなんですけど、でおそらく毎年出ててちょっとずつ変わってるとは思うんですよ。僕も見たことあるのだと、まあゴアテックスのロゴが入ってたりとか、これはね全くゴアテックスがこの内側のライナーにしかこう表記がないんですけど、カラーバリエーションもあったりとか、あとは黒とカモのコンビだったりとか、まあいろいろありますけど、やっぱりこのねオールカモというか、ね、昔ながらのスノボジャケットがやっぱり一番かっこいいんじゃないかなと思ってて、で、ね、やっぱりこうスノボジャケットって歌ってるだけあって、まあ撥水はもちろん強いですし、あとまあ結構ね細かいギミックが、ね、脇下のベンチレーションがジップでついてたりとか、あとまあパウダーガードとか、もちろんこの辺はまあ他のマウンテンパーカーでもありますけど、あまりこう服に機能性をそこまで求めないんですけど、でもやっぱり単純にね着やすくてポケットが多くてとかっていうのはまあ便利だなって着てる時は思いますし、まあやっぱりこう素材上雑に扱えるというか、もう本当にカッパ代わりぐらいで着るんですけど、なんか毎年テンパーカーいいのないかなと思うんですけどね、こう探してみてもやっぱり暫定位置が変わらないというか、今ね人気のあるブランドとかではないので、まあ古臭かったりこうダサいなって思う目線の人もエイプに対してはもちろんいっぱいあるとは思うんですけど、
ちょっと着てみましょう。僕はサイズは S なんですけど、なんかこうシルエットもねすごくバランスのいい、ブカブカすぎず、結構ねここにまあズドンとこうロゴが入ってるのが昔からね続いてるデザインなんですけど、まあでも同色のステッチなんで そんなにロゴも目立たないし、まあロゴ目立たないというか、もうカモがねエイプなんでね、エイプだってなりますけど、色がちょっとね分かりにくいかもしれないですけど、このゴアテックスになってからの素材感もすごくいいし、まあ、こういうタイプだとまあノースフェイスとかはね、まあ、何回か試着はしたことあるんですけど、なんとなくこうサイズがしっくりこないというか、シルエットがしっくりこないんで、それはこれにちょっと慣れてて若干やっぱりね違うんですよね。シルエットがちょっと、まあ、アウトドアに寄りすぎたりとかストリートに寄りすぎたりとかっていう印象はそこまで僕は、うん、これに対してはあんまりなくて、まあ、これを羽織るときはあんまりこうコーディネートとか考えないですけど、まあ、他のアウターは割とこう高額なものだったりとかずっと着るつもりで買ったとしても、やっぱり毎年そのシーズンになれば違うものをちょっと見てしまったりとか、いいなと思ったりはするんですけど、まあ僕がちょっとこういうアイテムにさほど関心がないのもあるかもしれないですけど、それでもずっとこれがいいな、今も着てもやっぱりあいいなって思いますし、他のカモ柄見てもエイプのやっぱファーストのカモが一番綺麗なバランスで綺麗な色だなって思いますし、なんでねこれもまた共感を得るようなアイテムではないと思うんですけど、多分およそ20年ぐらいずっとこう出続けてるアイテムで、まあいろいろこうデザインが多少変わったりディテール変えたりしても、一応このまあスノーボードジャケットっていうのはずっと残ってるので、なんかやっぱりそういうのは改めてこうやって見たりすると案外良かったりとか、今あえてエイプをチェックするっていうのあんまりないかもしれないですけど、でもこういうなくなってそうでなくなってないブランドっていうのはやっぱりいいものが残ってたりとか、いいものを出し続けてたりするので、でもやっぱりこの素材感とこのやっぱりカモ柄のデザインっていうのはすごくこう自分の中では変わらずかっこいいものというか、まあ、着倒して3着目なので、まあ一生ものとかっていう選び方のものではないんですけど、でもうん、よっぽど気に入るのが出てこなければずっとこれでもいいかなって思うぐらい気に入ってます。なんでこう皆さんこう人気があるなし関係なく気に入ってるものとか絶対持ってるはずなので、なんかそういうのをすごく見ると興味が湧くというか、なんかパッと見て懐かしいねっていうやつだったりとか、あったねっていうやつが人が着てるの見たら、あ今見ても結構かっこいいかもなと思うこととか割とあるので、なんか自分の中ではそういう一着というかトレンド感とかそういうのはないし、まあベーシックな形だし、でもそれをエイプで買うみたいなところも含めてすごくこう気に入ってる一着です。なんでね、こう流行り物をね僕みたいなのが紹介してもあんまり価値がないですし、ちょっとそういうところのアイテムがいっぱい出てくれば面白いかなと思ってるんで、またね他のもので紹介できればいいんですけど、で今日は、おじさんには懐かしい若い子が知らないかもしれないエイプのスノボジャケットの紹介でした。ありがとうございました。